様、こんにちは。はい、今日はね、父の水ですね。葛西市ですね。まあ、いやもうね、こういう田舎のね、車はちょっと道端に置かさせていただきましたね。として使用されているが、この井戸は石垣の間から土のような白い水が湧き出し、しばらくすると澄んだ水と呼ばれて、この水を父の水と呼ぶ。母乳の出の悪い婦人が八幡神社でもう出てやな、この水を持ち帰ってご飯を食べると必ず母乳が多く出ると、言い伝えから父の井戸と名付けられた。八幡神社はこの上にありますって。これが八幡神社の階段だな、ね、はい、ちょっと見てみようかな、八幡神社ね、近かったら。はい、まあこんな感じですか。父の井戸と私ですね。ちょっと待って、八幡神社への道具は階段がめっちゃ急ですよ、あれね。でもちょっと行ってみましょう。はい、父の井戸はね、あのなんかちょっと屋根みたいな見えたところですよね。そこからこの坂をちょっと登ってきまして、上に鳥居は見えるんですけどね、中外よけの坂が見えますね。なんと書いてあるのかね、ちょっと石のね、石組みみたいな石の困難がありますね。増田園って書いてるのかな。はい、じゃあちょっとね、階段のものをちょっと両手使わんとしんどいのでね、獣害除け開けてからまたさせてもらいます。はい、獣害除けを開けて入ってきましたね。鳥居がね、よいしょ、完成と書いてあるな。江戸時代か、完成の鹿屋猿やね、9月奉納されたのかな。よいしょ、まだちょっと階段あるけど、ちょっと赤い鳥居見えますね、向こうね。まあこんな感じですね。よし、ね、じゃあまた上行ってからさせてもらいましょう。はい、あそこに赤い鳥居見えてね、これがお稲荷さんですね。それと
こちらが八幡神社さんかな。よいしょ。ね、ちょっとね、手すりのない階段ですからね、これ危なかったですよ。でどんぐりがどんどん飛んでいく、今の時期ね、どんぐりが飛んできて、鉄砲の弾みたいに飛んでくるからね、気をつけてくださいね。狛犬さんもちゃんと追ってですね、ね、本田和家の御事、王神天皇さんですね、うん、これは言われ書きみたいなんですか、ちょっと難しすぎて分からへんねこれ、はい、ね、ちょっと背後に回らせてもらいましょうか。鳩がいてはるね、うん、そうですか、こんな感じですね。よいしょ、うん、まあこの山の頂上近くにあるんでね、風通りはいいですわ。特別な何かがあるという感じでもないのかな。はい、まあそんな感じですね。裏も多分何もない。鳩さんおるけど、ちょっと草むらみたいなね、うん。そういう感じでね。はい、という感じでした。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとこっちにもまだ道続いてるんだな。なんかあるんかもしれんけど。ちょっともういいでしょうね、これね。ということでね、またよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。